ベイ。おはようございます。ベイです。ジェパンボーイです。ベイスとしてです。よろしくお願いします。クリークがリリースされる前に MV 公開されたから、リーちゃん来ました。ドダンボーイズ、ついにこの日がやってまいりました。クリークが MV 公開ということで、これはもう見るしかないですよということでございますよ。いやすごいね、まだリリース前にもかかわらずもうすでに MV が公開されるということで、うん、それを早速見ていきたいなと思っております。そう、結構早いのか。早いんじゃない。20、あれ何日公開だったっけ。8月4かな。とはじゃあもう26日前ぐらい、うん、に公開されますわ。太っ腹。もうあの昨日マジ焦った。もう普通にスラーってザッピングっていうかのしてたら MV のあれ見ちゃって、サムネあぶねえみたいな。京都にも何回も出てきやがるね。そうそうそう、本当に危なかったんで、もう今日ねやっと見れるということで、ちゃんとフル尺で聴くというか、あのもう初だよね。うん、そうか。ノッキングロックオンロックドドアでも、うん、ほんのね、ほんのちょっとしか見れてないから今回は見ていきたいなと思います。どうやらジュリ君が爆発してるらしい。マジ MV。 ツイッターで見たんだけど、ジュリ君やばい。マジ。だから俺はちょっとねブチ切り案件があったんで。何あれ、なんでですか。金曜の10時に公開するって書いてあったじゃん、うん、なのによ、うんうんうん、朝のニュースで、うん、なぜか MV が流れてた。え、そんな取り上げやってんの。公開クリークってなんかいろいろ特集やってたんだけど。すごいね。俺は仕事で車で運転手だったからやってたんだけど、もうテレビに映ってた。見てる手前俺何もやれなかったから、できるだけ見ないようにしてた。見ちゃう。いつ。じゃあもうちょっとだけ見ちゃってんだ。ちょっとだけ見ちゃってる。ちょっと聞いたけど、いや音はもう一切あのできるだけ喋って書き消すようにしたけど、テレビは変えられなかった。なるほどね。うわ来たわクリーク。やばいね。今回だけはちょっともう先にこっそり見てやろうなと思ったぐらいだ。さあわー、ついに1日前で208万再生。ストーンズクリーク YouTube バー。もうだってこのサムネかっこよすぎるもんね。そうね、シンプルなシックな感じだ。うん、スリリングなビートに力強いコーラスワークと壮大なストリングスが絡み合うミステリアスダンスチューン。コーラスワークだからやっぱり北斗くんが力強いんじゃないですか。レオ、じゃあいきます。はい、再生。うわっ、もう北斗くんスタートだ。うわかっけー、北くん。うわーこの二人、めっちゃかっこいい。うわジェシー君の王子感。おおかっこよ。あら来た、来た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 。おお、鳥当たった。かっけーぜ。かっけー。ちょっといろいろかっこよすぎてすげーぜ。ロックで始まりました。最初ね、あのドアのやつで始まった ねドアの中の世界なんだ。うん、あそこを覗いて。なるほどね。戻ってきて、うん、すげーぜ。激しいけど。そうだ、思ったより激しめだったね、うん、ビート強めでしたか。ジュリ君やばいよ。要所要所でめっちゃかっこいいよ。北斗君とクモさんのあの最初の何ですかあれ。何ですかあそこ。最近あのジュニア時代の仲悪いの見てるからなおさら何ですかあれ。めちゃくちゃいいじゃないですか。確かに。何ですかあれ、あの二人。でも今回北斗くん主演だからか、歌い出し北斗くんでした。そうだ ね。ありがとうございます。やっぱそういうことなのかな。その主演の人を最初に持ってったりしようとしてんのかな。どうだろうね、まぁ、あ、ちょっとあるのかな。 CG がやばいよね。すごいね。なんか編集のクオリティはなんか、うん、暴れろよりどんどん上がっていったよね、うん、ジャニーズってこんな MV すげえな。ねね、絶対またなんかあるよね、依頼が。そうだ、ね、含まれてるよね。しかも歌詞もまだちゃんとは一言一句は聞けてないから。聞けてない。俺は一個見つけてます。何？ストーンブズウィップ好きなんじゃない。これね。なんか既視感あるけどそれか。俺らの動画見てくれたのかな。届いた。多分そんな見てないけど振付師の人なんか見てる。すげえなー。なんかローゼイ感あったな。あー確かに。確かに。で統一されてて。そうだねそうだね。でもノッキンオンロックドドアで
のドラマとなんか関係しているところが多分いくつかこの中でもあるんだろうね。おそらくそうだろうね。こっからがだが情熱あるにちょっと関係したみたいな。歌詞がちゃんと読めればね、多分そういう考察があるんだろう。じゃあ僕行くよ。毎回入れてたら疲れちゃうよ。これ映画だよね、最初。映画だよね。ここのあの白のこのステージのとこめっちゃかっこいい。ここね。うわからのジュリ君ね。ここ一人ずつ行くのいいよね。ジュリ君、コーチ君、シンタロウ君。ここのもうジェシー君の王様ってえぐいんだけど。この世界観ジェシー君合ってるな。キモさんのカクっていうのかっこいいね。かっこいい。早い。あっという間に終わっちゃうね。CD はもうちょっと長いってことだな。さおそらくそうなのかな。3分からもちょっと短い。ちょっと長かった。ああ、そこそこそこ。完全フルっていうのは、曲自体フルは多分まだ前回もそうだったね、こっからも。うん、そうだ。フルで聴いた気になってたらね、フルじゃないですよみたいな。来たことない歌詞あんなの。そうそうそう。うわ、コメントももう来てますよ。楽曲を表現する力が別格だと思う。ここからとは違ってリズムと背景が神々しくなってるのがいい。そんな噛みすぎるだろ。大絶賛じゃん。すごいね。すげえぜ。今回は撮影場所が何一つ分からないんで CG だから完全スタジオだ。これ 3形態、これクリークが入ってるんだよね今回。ああそうじゃん。買ったやつ。それであれでしょ、略したの。おのおののソロパートでしょ、うん、これもだって人気急上昇中の音楽の2位ですよ。マジ？すごすぎる、かっこいい。かっこよ。やっぱすごいね、新曲出ると、うん、こんなペースで楽しませてくれるのね。確かに。まあ、ということで、ありがとう、クリーク見終わりました。ありがとうございます。マジでよかったね。素晴らしいね。これはもう何回も聴いちゃいますよ。はい、またね、8月の末に、うん、はい、CD も発表されるので、そこでもね、はい、また撮りたいなと思うんですけど、はい、今回は MV のレビューというのをいただきました。はい、まあ皆さんもね、もう見てる方多いと思うんですけども、ぜひまだ見てない方ね、見ていただければと思います。まあ我々ね、本当はスタダンとしてね、はい、ストーンズ応援チャンネルやらせていただいておりますけども、この輪をね、もっとたくさんの方に見ていただいて広げたいなと思っておりますので、まだ登録しないっていう方はね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。ストーンズに関連する動画いっぱい上げてますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、それではこの動画も良かったな、面白かったなと思ってますね、一緒にお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。かぶってもうたやん。俺もノックしたやん。これじゃないの？それノックよ。それノックよ、ックよちゃんと。素晴らしい。こっちじゃないんだ。真面目だから。素晴らしい。ノックしたんだ。ノック。ノックんだから。面白い。面白い。